皆さんは日頃どれくらい外食を利用するでしょうか。週末だけ、数日に1回、毎食外食なんていう人もいるでしょう。そんな当たり前になっている外食文化の原点は江戸時代にありました。実は江戸の町に起きたある災害がきっかけとなって外食文化が人々に広まっていったのです。今回はそんな江戸時代に始まった外食文化についてご紹介していきたいと思います。どうぞ最後までご覧ください。外食文化がなかった江戸時代初期、16世紀末に徳川家康が入府した頃の江戸の町には、1457年に建てられた中世以来の江戸城、そして戦乱で荒廃した城下、港町の集落と周辺の村々がある程度でした。人々は地方から来た寄合所帯が多く、身なりも食事も貧しく、その後の繁栄した江戸とは全く違う様相だったのです。当時の江戸の人々は外に出る時には必ず食料を持って出るのが習わしで、外食の習慣がありませんでした。特に武士がみだりに他人に食を委ねるなんてのは危険と考えられ、何が入っているか分かりませんし、そんなことで死んだら武士としては大変不名誉なことでした。外食の始まりはというと、生の食材や調味料、調理済み食品を売り歩く商品を天秤棒にぶら下げて売り歩く振り売りというものから、加熱調理をした料理を提供する焼き売り、煮売り屋が始まりとされています。毎日決まった時間に同じ場所を通ることで、常連客を得ていて商品を効率よく売るため、時間帯によって売る商品を変えました。旅をするとなると、長旅に足りる食料を持っては移動できないために、旅人に対する食料の提供を主として街道沿いに点在する茶屋のようなものがありました。寛永時代には東海道のような街道筋の茶屋以外には食料を売る店は皆無だったのです。和食の伝統的な形態は1日3食、そして一汁一菜ですよね。この形態が確立されたのは江戸時代のことです。現代では1日3食が一般的ですが、江戸時代の初期の庶民は1日に朝夕の2食を習慣としていました。朝早くから起きて一仕事を終えた後に朝飯を食べ、仕事の合間に遅い昼飯を食べていました。公家の世界ではもともと朝食をお昼くらいに、夕食を夕方4時ごろにとっていました。室町時代末期になると僧の間で転身、昼食が普及しました。間食的なものでしたが、これが中間の食事のもとになりました。一般には1日2食の食事は鎌倉時代あたりまでは守られていたようです。明暦の大火、江戸の町に飲食店が現れ始めたのは明暦の大火以降と言われています。明暦の大火は振袖火事とも言われ、日本史上最大の火災です。明暦3年に発生したこの大火は江戸三大火事の一つでもあります。江戸城をはじめ大名屋敷から民家まで江戸の町の 60% が焼けました。その死者10万人以上だったということから、かなりの被害です。その当時の江戸の人口は約30万人です。この明暦の大火からの復興のために、各地から大工、左官、鳶などの職人、土方たちが集まってきました。そしてこれをきっかけに職を取り巻く事情が変化していったのです。彼らは肉体労働者です。当然1日2食ではお腹が減って持ちません。そうは言っても食事のためにいちいち家に帰ってもいられないので、江戸のあちこちに彼ら肉体労働者や家財を失った被災者のために屋台や飯屋ができるようになりました。このようにして急速に外食産業が栄えていったのです。普段は絶対に他人に食を委ねない武士も、未曾有の大災害によって状況も変わり、外食をするようになっていきました。そうなると外食が特別なものでなく、一般的なものとして江戸中に抵抗なく広がっていったのです。ただしここで言う武士というのは下級武士のことで、上級武士は立ち食いなど卑しい連中のすることと捉え、屋台に行くことはなかったようです。そして非常な火事への対策として火除け地が設置されました。この火除け地に屋台や露天商が出て、そこから外食が広まりました。庶民のたまり場的なものだったのですね。外食店第1号。
大化の後、やむなく始まった外食文化。常設店の第一号は浅草から始まりました。この浅草の茶店が奈良茶飯という炊き込みご飯を出したところ、大変な評判になったのです。明暦の大化の約170年後に書かれた杞憂小覧に次のように書かれています。明暦大化の後、浅草金龍山門前の茶店に茶飯、豆腐汁、煮しめ豆等を整えて奈良茶と名付けて出せしよう。江戸中はしばしよりこれを食いに行かんとてことのほか珍しきことに興じたり。元禄年間には品川、目黒、境町、駒形町など各所に奈良茶飯を出す店ができたというから大変流行ったのでしょう。元禄6年の西閣置土産によると、一人前5分、つまり現在の125円くらいですので、手軽で粗末なものだったと想像できます。しかしこんなに流行ったのは物珍しさがあったからだとも言われています。その後、奈良茶飯は高級化路線に走り、値段が1人前36文、今の900円くらいになります。46文、今の1200円のものもあったようです。高くなった分、食器を美しいものにしたりして変わっていったようです。東海道中膝栗毛や料理物語にも出てくるので、かなり知られていたのでしょう。料理物語には茶を袋に入れて小豆と共に煎じ、さらに大豆と米をいったものを混ぜて山椒や塩で味付けして抱いた飯を指すと記されています。有名店。他にも料亭の元祖と言われた深川須崎の桝屋、江戸随一と称された八百善は大人気でした。とても高級なことで名を馳せていたようです。お茶漬けと香のものをオーダーしたところ半日待たされ、挙句の果てに料金が1両2分かかったというエピソードが残されています。高い理由は遠方の川に水を汲みに行った運送費だったそうです。八百善は当時一流だった画家や作家に参加してもらい、料理本を出版。これが大ベストセラーとなり、江戸から地方へと八百善の名と江戸料理を広めることになりました。江戸では100メートル四方に1軒、人の往来が少ないところでも500メートル四方に1軒は蕎麦屋があったそうです。遅い時間まで空いている夜鷹蕎麦などの屋台も多くありました。この夜鷹というのは師匠のことで、彼女たちを客としていたのでこのように呼ばれていると一説には言われています。庶民の間でも特に人気があったそうです。うなぎも人気で、16世紀にはかば焼きを出す店が出てきました。ちなみに天ぷらも当時から人気がありました。当時は串に刺されて売られていました。材料を串に刺して揚げ、それを大皿に並べていました。客は丼に入ったタレにつけて食べました。天ぷらの値段はネタにより違い、一串4文約100円から6文約150円で気軽に食べることができたようです。現代の形で天ぷらが紹介されたのは1748年の文献だそうで、握り寿司は1818年から1830年の文政年間に生まれたそうです。ちなみに注文したら届けに来る出前の方式は吉原遊郭で始まったと言われています。遊女たちは基本的に自由な外出が許されていなかったことから、出前が許された一部の高級遊女が蕎麦やうなぎなどを注文したといいます。いかがでしたでしょうか。このように日本国内での外食文化の定着は意外にも江戸時代に入ってからのことでした。食文化の発展により様々な形態のお店が出てきたことは、その後の外食産業の発展の礎となったことでしょう。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。